はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずクです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス生活で便利なプリペイドカードのメリットやデメリット、実際に使って感じたこと5つまとめということで、 今回の動画は以前ですね、持ってて便利なプリペイドカード3つという動画をアップしたんですが、まあ多分左上のこちらの画像を見ていただければわかると思うんですけども、まあそのプリペイドカードを総合的に見て僕が率直に思った、まあ、メリットやデメリットを今回まとめさせていただきました。まあ普段はまあスマートフォンの決済ですね、スマホ決済ですとか、クレジットカードも僕全然使うんですが、 プリペイドカードは何かとこう便利がいいので、ま、ぜひ今後持とうかなって検討されている方にまあ参考になればなと思います。ちなみに今回は以前はも紹介した l i n e イカード、キャッシュ、D カード、プリペイド、これらの3種類のプリペイドカードをもとにですね、お伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで、まずはプリペイドカードのデメリットですね。そこからお伝えしていこうと思います。まず一つ目は使えない場所があるということなんですけども、これ実際に多分経験されてる方と経験されたことがない方って結構分かれてくると思うんですが、僕はですね、まだ実際に経験したことがあるのはまあ3回ぐらいありました。まあちなみに今回僕が使えなかったっていうのは、まあそれこそキャッシュですね。ビザプリペイドカードのキャッシュが使えなかったっていうことが3回ほどありましたね。まあちょっとどこで使,使えなかったかっていう、まあ ちょっと薄い記憶の中で覚えてるのは確か飲食店とかで使えなかったっていう感じでしたね。まあ普通にカード出して決済しようと思ったんですけどもこれ使えませんって返されてまあ結局のところ普通にクレジットカードで支払ったっていうことがあったんですけどもやっぱりこう何かしら使えたり使えなかったりする場所っていうのがちょっと制限されてるっていうのが少しですねまあちょっとストレスを抱えちゃうところでもあるかもしれないですね。多分他の D カードプリペイドに関してですとか LINE ペイカードももしかしたら使えない場所もあるあったりするのかなと思うんです ががそ、まあ、そこはどううなんですかねちょっとそういっっっといいいたのを知ててる方がいらっしゃればぜひ教えてください次、二つ目なんですけども、チャージは意外と手間ということですね。まあ、これ本当まあ、プリペイドカードはもう基本的にチャージタイプが多いとは思うんですけども、例えばこう、セブン銀行 ATM で入れて使ったりとか、ま、あそういったことで使うことが多いと思うんですよね。で、まあ、例えばそのキャッシュとかであれば、もうそのままクレジットカード紐付けてる方であれば、もうクレジットカード紐付けてるだけでもう自動的にね、あのー、キャッシュにチャージはされないんですけども、リンクされ てればクレジットカードからそのまま引き落としがされるという感じなので、まあそこまでは手間じゃないんですけども、やっぱりこうクレジットカードを持ってない方からすると毎回ね。チャージをしないといけないというところがあるので、まあ、これはね。本当まあ、ここがあるから、ちょっと使いすぎを防げるというのはあるんですけどもまあ、ちょっと意外と手間だなっていうのはありますね。次3つ目なんですけども、セキュリティのことについてですね。まあ、これは結構。まあ、いろとコメントでもいただくことがありました。まあ、例えばそのよく言われるのが 3d セキュアなんですけども。あの？ 認証サービスというものがあるんですがいわゆるそのセキュリティを高める設定があるんですけどもそれが備わってるカードであったりとか備わってないカードもあったりするのでまあ、そこに対してのちょっと不安っていう声は結構多かったですね で、一応僕の知ってる中であれば、他にもあるとは思うんですけども、3D セキュアに対応しているプリペイドカードというのはありまして、D カードプリペイドであったりとか、まあ、黄色のカードですね。D カードプリペイドであったりとか、ちょっとここには出してないんですけども、ビザプリペイということなんですが、これ多分、どちらとも、あの、三井住友が発行しているカードなんですが、まあ、このカードであれば、3D セキュアに対応しているので、まあ、それこそ、D カードプリペイドは、まあ、D バナに設定できたりとか、あとはそのビザプリペイも楽天ペイに設定できたりとか、まあ、そういったのも でまあ、けどね、最近はちょっと D カードプリペイドはそのキャンペーンとかの対、キャンペーンの対象外とかもなったりするので、まあそこに対しては、まあ今後使うかどうかっていうのは、まあちょっと検討してるところではあるんですけども、けどやっぱり 3D セキュアがあるのとないのとではやっぱ少し違うなっていうふうには思いましたね。 次四つ目は、剣面がチープということですね。これは結構、思ってる方多いのかなと思うんですよね。あの、まあ、今手前から出てるのが、LINEPay カード、そして、v i s a ペイドのキャッシュと、奥が ID、ID のマークでお馴染みの D カードプリペイドということなんですが、まあ、どれも、触った感じは、まだ、あ、触った感じで持った感じがすごい、もう本当にプラスチックというか、ちょっとま、おもちゃと言ったら言い方変かもしれないんですが、やっぱこう、チープだな、というふうには思います。まあ、ね、結構もうその、LINEPay カードに関して した黒とか感じで、まあシックなデザインでまあ、おしゃれちゃおしゃれなんですけど、やっぱこう持った感じがやっぱ普通のクレジットカードと違って何かこう物足りなさって感じますよね <laughs>。これ持たれてる方であれば結構感じてる方多いと思うんですけども、やっぱりこう懸命にこだわってる方であればちょっとね。プリペイドカードに関しては物足りなさを感じちゃうんじゃないかなと思います。 次はですね、プリペイドカードのメリットについてお伝えしていこうと思います。まあ、プリペイドカードもね、先ほどまあ悪い印象をちょっと植え付けちゃった部分でもあるんですが、まあ実際プリペイドカードめちゃくちゃまあ便利なところもあるので、ここからメリットについてお伝えします。まず一つ目は審査がない。これ大きいですよね。本当に <laughs>。僕もですね、まあ一時期本当にクレジットカードもう作れない時期がありまして、まあ本当ね、最近はそれこそ三井住友カードとか、ちょっと前も動画にさせていただいたヤフーカードとか、まあそれ以前までは本当に全然クレジットカードが作れなかったことがあったので、 まあ、本当にね、このプリペイドカードには助けられた部分でもあったんですけども、まあ、その審査がないっていうのが大きいですよね。で、なおかつ審査がなくても、まあ、キャッシュに関しては還元率1%であったりとか、まあ、そういった、あの、審査がなくてもそういったのを持つことができるっていうのは、まあ、結構大きいなと思いますね。次、二つ目は使いすぎ防止ということで、まあ、先ほどね、チャージのこと、時に、まあ、少しお伝えしたかもしれませんが、まあ、本当にこのプリペイドカードのいいところっていうのは、もう、とにかく使いすぎを防ぐことができるんですよね。っていうのも、そのチャージを する瞬間に自分が、まあ、いくら、まあ、現金をチャージしたかっていうのが分かるじゃないですか。例えば、1万円だったら1万円、2万円だったら2万円みたいな感じで、あ、自分これだけチャージをしたんだなっていう、まず感覚っていうか、そこまで分かるんですよね。クリストカードだったら、これぐらい使ったっていう感覚分かるんですけども、引き落としというところまであるので、ま、ほんに事前に自分がどれぐらいもうお金をチャージしたかが分かるっていうのは、結構これ大きいんじゃないかなと思います。次3つ目、年齢制限低めということですね。まあ、これ本当にプリペイドカードの、ま、審査がないぐらいに次に結構重要かな と思いまして、まあ実際にですね、プリペイドカードの作成できる年齢を今パッと出したんですけども、それこそ先ほどから例に出しているこの3種類なんですが、まずビザプリペイドのキャッシュですと、これは年齢制限なし。そして D カードプリペイドに関しましては、中学生以上、まあ12歳以上から作ることができるということ。で、LINE ペイドカードに関してはもう LINE のアカウントをさえ持っていれば作ることができるという感じなので、まあ本当に年齢制限低めで作れるっていうのはかなりこれも大きいなと思いますね。そして4つ目、特典の20ドリということなんです ですがこれはね本当にまあ何度も何度もお伝えするこのキャッシュが一番わかりやすい例かなと思いますまあそれこそねプリペイドカードだけでももちろん使っても全然還元率1%で全然いいんですけどもまあそれ以前にまあクレジットカードとかもし持たれている方であればキャッシュとプラスクレジットカードの特典をそれぞれもらうこともできたりするのでまあここは本当にキャッシュの魅力的なところかなと思いますで僕は以前 D カードプリペイドを使ってた時はスマホ決済の D 払いと D カードプリペイドであと三井住友カードの20% 還元と組み合わせて使ってた時期もあったのでまあそういった風な使い方もできますまあね最近は先ほども最初に D 払いで D カードプリペイドの特典の還元のキャンペーンがですね対象外になる傾向もありつつあるのでちょっとこのやり方はもう使えるかどうかわかんないんですけどもそういった方法もあるということですねそして最後5つ目バーチャルカードということなんですけどもこれも簡単に言うとインターネット上で使えるカードのことですねバーチャルカードの発行がまあ、できるというのはまたこれ大きいですよねまあそれこそ今ここには出てないんですけどもバンドルカードとかまあ、還元率とか 特にないんですけどもバンドルカードとかあとはそれこそ還元率が必要であればもう全然このキャッシュですねビザプリペイドのキャッシュを使ってインターネット上でえ決済ができるということなのでまあこれがあるのとないのとではまたこれも違うなという風うに思いましたね最後まとめていきましょうまずデメリットからですね使えない場所があるということチャージ意外と手間そしてセキュリティ面にちょっと不安があったりとかするということそして件面がチープということでメリットですね審査がないということ使いすぎ防止になるそして、えー 年齢制限も低め得点20ドドバーーチャルカードというこの5つですねまだまだまちょっとあ、るかももししれないいんですけども、まあ、今回めめちちゃくちゃく簡潔にまままとめさせてたただきました、まあそんなこんなで今回はプリペイドカードのメリットやデメリットについて僕なり思ったことをまとめさせていただきました。ちょっとね、今回は詳しく内容全然お伝えしてないんですけども、率直に思うことをですね、今回まとめさせていただいたので、またどこかの機会でなんかタイミングがあれば、またプリペイドカードについての動画作ろうかなと思っております。本当ね、この持ちやすさっていうのは本当に誰でも結構 持てるっっっいいいいうののがややぱぱりかかなり大きいので何とと使た思います、まあ、僕もね、今後、まあ、よくちょくちょく動画にさせていただいている v i s a ペイドのキャッシュとかも新しくなるので、まあ、それが届き次第、ね、またプリペイドカードの動画も作ろうかなと思っております。今回お伝えしたこのプリペイドカードに関する公式のリンクなど、下の概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 昨日ですね、まぁ、あ、ちょっとツイッターにもつぶやきましてあ、このままちょっと読み上げたいと思うんですけども、えー、ローソンにて外国人店員さん、等ということなんですが、まず僕が Apple Pay でお会計お願いしますと言ったんですけども、で、外国人の店員さんが、あ、ッイルペイでって言われたんで、あ、いやいや、あの、Apple Pay でお願いしますって、あ、どうぞって言われたんで、そしたらレジが、タントンって言ったんですよね。で、な <laughs> んだったんですけども、Apple Pay で決済した時って、今書いてるようにピポってなるんですよ。タントンの後にピポってなるんですけど、あれ っっってててないないと思ってで、あの、僕が、すいません、あの、ID 決済だけになってるんですけども、って言ったら、そしたら店員さんが、あーってなって <laughs>、いや、あーじゃないけど、みたいな <laughs>、結構朝一の出来事だったんで、で、ここに書いてあるに、決済音が意外と大事なんだなと気づかされた朝でしたということだったんですが、本当にね、最初決済音って全然気にしてなかったんですけども、全然これ気づかない人からしたら、え、 えみたいな、タントンしかなってなくないとか、あんまり多分気づかないと思うんですよね。けど、やっぱりね、普段からこんな風な発信をしてて、このキャッシュレスとか、なんかそのポイントとかに敏感になってたら、もう決済音すらもう,もうなんか耳に馴染んできてるというところもあるので、ああ、決済音って本当に大事だなと思った朝でございました。皆さんもちょっとこの経験があるかわかんないんですけども、まあね、決済音、意外とこう耳を澄ましてまた聞いていただければと思います。それでは、グッペイ